負の世界遺産とは、世界遺産のうち、人類が犯した、悲惨な出来事を伝え、そうした悲劇を二度と起こさないための戒めとなる、物件を指す、日本国内での用語である。ユネスコが公式にそのような分類をしているわけではなく、明確な定義は存在しない。また、英語での定約もなく、レガシー・オブ・トラジェリーと訳す者がいる一方で、簡潔に英訳することの困難さも指摘されており、 少なくとも2010年代初頭までは、こうした分類が世界遺産委員会の審議で特筆されることもなかった。世界遺産の関連書では、主に登録理由の一部ないし全部が平和への気球や人種差別の撤廃などの歴史と密接に結びついている物件が挙げられている。物件によってはその多面的な要素から、正の遺産とも負の遺産とも位置づけられる可能性も指摘されている。 例えば、海庄都シリバプールは、大英帝国の繁栄を伝える物件として、登録されたものであり、世界遺産の関連書などでも、負の遺産と位置づけられてはいないが、その発展と繁栄が、黒人奴隷を商品とする三角貿易で形成されたという側面に注目し、負の遺産と位置づける見解なども存在する。いわゆる、負の世界遺産の場合、世界遺産登録基準を含むか、 それのみが適用されて登録されているのが一般的である。ただし、独立記念館、リラ修道院、ランスオメドウなども基準のみで登録されているが、一般に負の世界遺産とはみなされていない。このように基準が適用されている物件が直ちに負の世界遺産と言えるわけではないが、基準に付けられた正し書きの存在によって、現在では基準のみを理由として推薦できるのは、 負の遺産に分類されうる物件だけとも言われている。なお、上でも述べたように、世界遺産登録理由で直接強調されていなくとも、その物件の負の側面に注目して、負の世界遺産と位置づけられることがあり、その場合には基準を含んでいないことがある。この点、下に掲げるリストも参照のこと。世界遺産条約に基づき世界遺産が登録されるようになったのは、 第2回世界遺産委員会からである。その年に登録された最初の世界遺産12件の中に、負の世界遺産とされる、ゴレ島が含まれていた。翌年には、アウシュビッツ強制収容所と、ボルタ州、グレーター、アクラ州、セントラル州、ウェスタン州の城塞軍が登録された。なお、前者の登録については、類似物件の登録を今後制限する。 胸の不体決議が盛り込まれた。1980年の第4回世界遺産委員会で基準のみで登録することの是非が議題に上り、基準のみの登録自体が、特に負の遺産とは位置づけられていない、ヘッドスマッシュと、インバッファロージャンプ、リラ修道院、プエルトリコのラフォルタレサと、サンフアン国定史跡の三件の後、一時的に途絶えた。次に基準のみで登録されたのは、 原爆ドームだが、その登録に際して委員会は紛糾し、アメリカ合衆国は戦争遺跡を世界遺産に含めること自体に否定的な見解を示した。この時の決議は、あくまでも平和気球の象徴として評価に基づいており、評価基準の適用にあたっては、戦争との関連は直接的に示されていない。そして、この件を境に、基準は、 他の基準との併用を原則とする胸の条件付けがなされたが、その条件付けは、路弁等の登録にあたって、早速問題になった。事前審査を行ったアイコモスは、基準について、顕著な普遍的価値を認めたものの、同時に提案されていた基準については、否定的評価を下したからである。アイコモスは、基準をご都合主義的に盛り込むことに難色を示して、 いたが、委員会の審議は、基準も適用することで決着した。その後、基準の正し書きは、上記のように表現が若干緩和されたが、ロベン等の登録以降で基準のみによって、登録されたのは、ボスニア・ヘルツェゴビナ初の世界遺産となった、モスタル級市街の古い橋の地区と、モーリシャス初の世界遺産となった、アープラバシガートのみである。これらは、後継のリストの通り、 負の遺産に分類されることがある。負の世界遺産には明確な定義はなく、稲葉信子などは自身が使用することに否定的な見解を示している。その一方で、教育現場などでは一定の意義を有する用語だとも指摘している。過去には私立中学の入試問題でも、負の世界遺産に関する問題が出題された。負の世界遺産に公式な定義や分類が存在しない、以上、 何を、負の遺産とみなすかについては、論者によって異なる。以下では、世界遺産の関連文献で負の遺産と位置づけられるか、それに準ずる負の教訓を含む物件と、分類されているものを登録都市順に挙げる。ありがとうございます。